青い森でチャッチャッ。おはようございます。小笠原秀樹です。青い森でチャッチャ。青い森は青森、そしてチャッチャはチャンスチャレンジの意味です。青森とチャンスチャレンジをテーマにトークを展開する地方創生プログラム、創生の声は声ということでお届けしてまいります。今回は NPO 法人、特定非営利活動法人、未来希望アシストの理事長坂上努さんとともにお届けしてまいります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お住まいは八戸ですね、今日は。はい、そうですね。はい、はい、オンラインをつないでですね、お話を伺ってまいります。まずはですね、坂上さんご自身の紹介からお願いできますか。はい、1年半ほど前に NPO で子ども食堂を始めたいと思ってですね、1年と今からですと3ヶ月ほど前から子ども食堂を開催するに至りました。八戸で、未来希望アシストというですね NPO をやっておりますけれど、食堂の名前はですね、健やか子ども食堂、サブタイトルで情熱テーブルというものを歌って毎週日曜日に開催しております。坂上努と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。まずはですね、この子ども食堂なんですけれども、活動スタートして、まあ、NPO 法人としての活動もあるんですけれども、もともと子ども食堂をやろうと着想されたのはいつぐらいからだったんですか。これはですね、8年半ぐらい前ですかね。もうずっと先延ばしになっちゃってて、本当に今思っててもすごく後悔してるんですけど、その当時ですね、子供の部活を見学に行く機会がありまして、その時にですね、顔色が悪くてうつむき加減で、言葉悪いですけど魂が抜けたような子がどうしても気になってっていう風景を見ちゃいまして、それで家に帰ってきて子供に聞いたらですね、毎朝ご飯食べさせてもらってないで学校来てると。で、土日の部活だとお昼ご飯も持たされないんで、午後の部活になるといつもあんな感じっていう話を聞いた時からですね、もうその時からいつかやらなきゃという思いはずっとありました。ただね、やっぱり仕事しながらってなると、いずれはいずれやっていう気持ちがどんどん長引いちゃって8年半も経ってしまいましたね。どこかでタイミングがあってやらなきゃっていうこの動きになっていくと思うんですけども、はい、実際にこう動き出すっていうようなタイミングって何だったんですか。これまた不思議なことでですね、私が勤めてる会社ではある冊子をですね読み合わせしてまして、朝礼の時ですね、そこにですね、子ども食堂をやられてる奈良の元気カレーっていう、店主いるんですが、その方のお話が載ってたんですよね。もうその話をたまたまこう20人、まあ毎回20人で読んでるんですけど、たまたまそのお話を私が読むという機会がありまして、それって毎日毎日読み合わせしてるので30ページあるんですよね、毎月毎月。30ページを20人で読んで、一人一人1日1日違うページなんですけど、そのタイミングはですね、なんと私に当たったんですよ。この確率たるやすごいですよね。20人かける30人な、30日なので600分の1ぐらいですか、それが私に当たってですね、なんと読みながらですね、涙が出て止まらなくなっちゃって、で、それ少し前にテレビでもやってたので、内容はすごく分かっててですね、もうその時からですね、やらなきゃという思いがもう今しかない、今がその時だと思ったのがその時ですね。そこのところに自分が当たるタイミングっていうのも運命ですね。そうですね、だと思います。やってみてさらにね、すごいこう
運命というかですね、まあこうやってよかったし、やったことによって生まれてきたまたチャンスとかですね、ご縁みたいなものが今どん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 こう私の身に、吹き込んでるって言った方がいいのかな、うん、なんかすごくすごく、まあ、今日のお話もそうですけれども、はい、こういうチャンスにですねどん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 巡り合ってくるような、はい、時期に来ているなって最近すごく思いますね。まず動き出すときに何からスタートしました？最初ですね、非営利活動法人 NPO 法人ですね、はい、うん、これのですねメリット的なことをまずは、あ、うん、まあなんていうんでしょう、個人でも任意団体でも何でもできたんですけれど、はい、まず NPO というものでやってみたくてですね、うん、そのやっぱり信頼が大事じゃないですか、はい、人からご寄付をいただいたりして、うん、それで運営していくという意味では、うんうん、そういった意味では私もう子供生まれた時からずっと国境なき医師団に寄付してるんですけれど、はい、そのね使われ方っていうのはちょっといまいち、うんうん、本当かなっていうところもあるんで、うん、そういう信用力だけは、獲得してから始めたいなと、うん、まずそれを勉強しましたね。あ、うん、勉強すると、ちょっと一筋縄ではいかない、この、うん、企業形態ですね。うん、NPO というのは、うん、手続きも面倒ですし、はい、時間もですね、株式会社だったらもう2、3日もあればできちゃうんですけど、だいたいこれ NPO 立ち上げるのって5、6ヶ月平均かかるらしいんですよね、うんうん、でまた私の場合はそれこそ仕事しながらっていう立ち上げを覚悟したんですけど、うん、どうもですね、うん、何も進まないと、うん、ということで実は私は立ち上げるために仕事を一回辞めました。あら、あらあらあら。たらたらやってるとまたですね先延ばしになっていつまでだともやれないなと思ったんで、はい、もうこれはですねちょっともう私自身を崖っぷちに置かなきゃ進まないと思ったんで一回、会社を辞めさせてくださいと、辞めましたね。辞めました。辞めました。はい、それでもやらなきゃと思ったことが、うんうん、そうですね、ウクライナ戦争のこともあって、うん、どんなにね私たちってこう恵まれてるんだろうな、うんうん、まあ子ども食堂というねご飯食べられないだけじゃなくてウクライナ戦争の画像がいっぱい入ってくるわけですよね。空爆にあった、インフラ破壊された子供たちが泣きじゃくって瓦礫の中で血流して運ばれていくとかですね、こんな姿を見たらですねますますですねもう普通に日本で飯食ってね電気もスイッチ押せばついて蛇口ひねれば水も、はい、きれいな水が出てね、お風呂も毎日温かいお風呂に入れてとかさ、そういうのだけでももう十分幸せだなと思った時にもう全然欲がなくなってですね。うん。うん、もう物欲は昔からそんななかったんですけど、それこそね、お金お金お金っていうのも全く、ね、感じなくなってですね、そんな多少の働いてるお金があるからね、私たちの家族は普通に暮らしてって普通に幸せなんで、もっとね、大変な子たちになんとか支援したいなと思って、覚悟を決めて辞めて始めました。生きるっていうことがどれだけこうありがたいことかっていうことにすごく我々も感じますよね。明日があるっていうことが普通じゃないんだよっていうことをね、すごく痛感したこの2年半ですね、うん、法人化をして、そしてまあ様々な本当に協力者支援を受けて子ども食堂どうですか？1回目にまず始めた時の記憶ってあります？1回目はですねやっぱりチラシ効果があるのがですね、うん、カフェで始めてキャパ8人というところだったんですけれど、はい、それでもやっぱ15人ぐらいは、来られていましたね、うんうん、でまああるね、さまざまな、子どもたちの事情とか親の事情とか境遇とかを鑑みたときにちょっと移動して、自らね、
そういう大変な子たちがいる、うん、市営団地かわらぎ団地ですね、うんうん、県営団地も密集してるんですけど、はい、そっちに行くことを決めて、それで今開催しているという形ですね。で、今はもう、20人から30人は絶えずいらっしゃるという状況ができてます。うん、はい。まあ、実際に開催している場所がですね、かわらぎ地域の集会場ですね、かわらぎ地区の、はい、先ほど団地の話も出てきましたけれども、はい、やってみて、ああ、これはっていうような、何かこう、考えさせられることであったりとか、どうです？それこそですね、これは本当の話なんですけど、うん、ある小学校2年生の男の子がですね、はい、幼稚園児の妹を連れて、その最初開催してたカフェに土曜日来たんですよね、はい、その時私は仕事してていなかったんですけど、そのカフェを経営されてる方が対応してくれて、じゃあ日曜日ね、明日あお父さんお母さんに行って来てねって話したらですね、うん、次の日来なかったんですよね。はい。うん。でね、それって12月に始めたカフェでの子ども食堂、うん、しかも夕方4時からだったんですが、はい、どうしてもね、小さい子が子どもだけで来るには暗いし、うんうん、ね、何よりもその土曜日に来た子は多分親に言えないで食べたくて来たと思うんですよね、うん、それを親に言ってから来てねっていう話にしちゃったがために来れなくなったとすごく感じてて、うん、それを機にですね、日曜日お昼時、うんうんうん、これって子どもたちにしてみると、まあちゃんとね、前提としては親に言ってから来てねってことにはなってるんですけど、うん、下手したら遊びがてら食べていくこともできるんじゃないかなと、うん、親にね、こういうとこ行っていいって言ったら否定されるご家庭もあるかと思うんですけど、うん、それが友達ん家遊び行ってくるって言ったついでにうちに立ち寄ってご飯食べてお腹いっぱいになって帰ってくることができればなと、うん、まあこう思ったのも、その部活でのあるね、朝ごはん毎回食べてないっていうこのことがね、ちらちらと頭に浮かんだ、うん、結果、まあ子供本位でね、うん、考えてあげたいなと思って移動しましたね、うん、しかもいつ行っても、やってるっていうのを目指したいんで、毎週日曜日と、うんうん、これだって1ヶ月に1回とかやってても、うん、1ヶ月に1回だけ食べれないってことはまずないと思うんですよ。うん、せめて学校給食のない土日のうちの、うんうん、まあ土曜日はなんとかなっても2日連続食べれないっていうんじゃどうしようもないんで、うん、せめて1日だけは腹いっぱい食える環境を作ってあげたいなと思ってますね、うんうん、はい、おかわり自由です。おかわり自由でね、はいはい、もう腹いっぱいにね、満たされるというか、うん、そういう1日があってあってもいいじゃないっていう。そうですね、うん、そしてね、移ってからもね、うん、またあるんですよね、はい、やっぱりやってるとですね、こういう子いるよっていう話も聞こえてきてですね、うん、その中にはですね、これ本当かよっていう耳を疑うようなことがあったんですが、うん、それはですね、保育園児なんですけど、はい、いつも臭いと、うんうん、匂いがね、うん、で見るに見かねて先生たちが洗ってあげたらしいんですけれど、はい、でもなお臭いというですね、うん、子がこの、うん、団地の中にいるんだよってこう聞いたったんですよね、うんうん、もうね、だからもう本当俺ここ来てよかったと思ったのはそのことですね、うんうん、そしてね、このやっぱり、寒い冬にストーブをつけただけで外に立たされて怒られた子とかね、そういう話も聞いてるんで、うん、はい、うん、だからね、本当いや闇は深いというかですね、うん、日を当ててあげたいけど、うん、そういう過程ほど隠すっていうのもちょっとね、うん、分かってきたところもありますね。本当に支援が必要な人っていうのは実はね、気づかれないところでそういうふうに親とかによって浮き彫りにされないのかなというのもありますね、うん、この間の5歳の子の
事件もありますけど。そうですね、ちょうど八戸でしたよね。本当に身近なところでそういったそのような、まあ、虐待というかね、本当に身につまされるようなそんなことがあると非常に、実は近くにその目が潜んでるというのかでしょうね、そうですね、聞いた話だけどやっぱりあるんだなっていうのはよくわかりますよね。でね、13名かな、今その市営住宅でいうと小学生、でね、来てくれてる子、実は団地の近くに行けばいっぱい来るんだろうなっていう予測してたんですけど、そんなでもないんですよね、まあ、それがね、普通に食べていけてるならばいいんですけど、どうしてもこう子ども食堂イコール貧困ってやっぱり昔からね、思われてるだろうから、まあ、そこはだんだん、むすびえさんとかの宣伝で払拭はしていくとか、県のね、社会福祉協議会とかも、居場所ということで、誰でも行ける居場所だよということで、ここイコールっていうのをなくしたいっていうのはあるんですけど、やっぱね、どうやっても来てほしいですね、本当、もうね、困ってる人、のこう、好き嫌いがまずないっていうのがすごくわかりました、選んでる場合じゃないというね、食材を好き嫌いで選べない環境の、本当好き嫌いがないです、何でも食う、食べたいんですよ、やっぱり欲求が、体は正直だし、すごいなと思ってね、だから、多少ね、いやいやいやってこう好き嫌いする子っていうのはまだちょっと余裕あんのかなと思います、あとね、フルーツの力、自分もすごく学生上がりで貧乏生活してた時もあるんですけど、飯を食っててフルーツ出すってお金ないとまずないんですよね。どこ削るって言ったら、まあ、食費ですよね。食費の中のどこ削るって言ったらフルーツになる。果物だよね。肉になるかなって、ね。肉が来るか。どっちかな。牛がなくなりね。豚がなくなり。鶏もなくなり。魚肉ソーセージとかね。なっちゃうんだろうかなっていう、だからそのフルーツの力とお肉の力はすごいなと思って、子供たちの喜びようがやっぱ違いますよね、だからもう毎回デザートは出すようにしてる、青い森でチャッチャッ。なんかお話聞いてると河原木のこの地区にやってきたとはいえ本当にあらゆるところでこう求められてるなっていう実感されるんじゃないですか。いや実を言うとですね、隣町の五戸町からもいらっしゃってます、2組ぐらいですね、まあ、この2組の方は最初1組で来てたんですけれど、そのお知り合いということでまた、2組に増えたんですが、その他にですね、この河原木周辺のみならず、もっとね、町の方とか、もっと、田向かいの方とかですね、まあ、八戸市以外の方はちょっとピンとこないかもしれないですけど、小学校、学区で言ったら2学区も3学区も離れたようなとこから、来ていただいてるご家族もいらっしゃいますし、あとはもう車持ってないからバスで来られてるというご家庭もありますし、もうなんて言うんでしょうね、やっぱりこうこういうとこに行ってるって、分かられたくないっていう人もいるとは思うんですけれど、言われたのはやってないっていうんですよね、他じゃ、1ヶ月に1回ぐらいが、収入になってんのかな、であまり活動されてない子ども食堂さんはだいたい2ヶ月に1回ぐらいなんですよね、まあコロナもうあってか半分ぐらいは活動してないですね。町内も12店あるんですけど、そうですね、半分ぐらいが活動されてて、そのまた半分ぐらいは1ヶ月に1回ぐらい
頑張ってらっしゃいますね。でも買収っていうのはほぼないですね。私のとこと八戸ではあとサメかな、サメのチームサメ、はい、子供食堂さんかな、はい、うん、ぐらいですね。なので一回言われたのがですね、高校生のボランティアさんが今いるんですけど、はい、その前から子供食堂を手伝いたくて探してたけど、うん、2ヶ月に1回とかだし、やっても、うん、やってるとこでも1ヶ月に1回と、うんうん、な時に私たちがこの地域集会、川原木地域集会所に来たらですね、はい、もう開催日初日にその高校生の方が来られてですね、うん、ありがとうございます待ってたんです来てくれてありがとうございます。そしていや実はもう 前から子ども食堂でボランティアやりたいと思ってたんですということで、うん、エントリーしていただいて今ね、ちょっと受験で、うん、3月3日までは来れないんですけど、うん、はい、手伝ってくれてますね、うん、まあ、これもすごく嬉しかったね、うん、こういう子がね、いてくれたことに俺はすごく嬉しかったね、うんうん、高校生でね、うん、きっと成長して、いろんなところで私のこう体験っていうかね、自己自身の体験とかっていろいろなところでお話伝えてくれれば非常にありがたいですよね。うん、そうですね。そういう子がね、いっぱい増えていけばさ、日本も捨てたもんじゃねえな、うん、思いますね。うん。うん、この事前の取材で、非常に、ああ、すごいなって思ったのが、そのチケットがあって、そこに、未来子どもチケットって手元のちょっと資料にあるんですけれども、先ほど国境のなき一団の寄付の話は、別に国境のなき一団が悪いとか、そういうことを言ってるわけではなくて、やっぱりこう寄付をしたときに、やっぱり自分がこう差し出したものがどう役立っているのかがこう分からないとか、見える化できないっていうかね、ちょっと分からないっていうのは確かにその通りだなって、もう間口が広いから、みんな寄付してて。ね、その中でこう見える化しているっていうのがすごく坂上さんがこのやられているその子ども食堂の活動の中ではすごくユニークだなっていう感じがあったんですけれども、その辺はいかがですか？そうなんですね。私自身がね、やっぱりこうどこかで本当にこれ使われてるのかな、例えば1万円渡したけど5000円ぐらいポッケに入れられてんじゃないかなっていうのはね、疑われ深いっていうのもあるんだろうけどさ、この使い回しのできる、決してまた次の人の名前を書けるチケットだと、うん、それが可能なんですよね、はい、だから私はもうそのいただいたチケットにお名前を書いてもらって、で子供たちが食事した後その裏書きに美味しかったよとか、うん、ありがとうとかっていう使いっきりのチケットを、うん、皆さんに使ってもらってますね。そうすればもうだって、そうやってご寄付していただいた方が書いた自分の名前のね、チケットが後から、行けば、うん、そこにサインをした子どもたちのね、すっごくこうダメージで書いてもらったのがすんごく嬉しいっていうね、一生懸命書いてんだよね、うん、そのね一生懸命書いたさ、自分もね幼稚園ぐらいの時に書いたような、はい、ポとか歯の向きが違うとかそういうので書いてくれてるからすごくね、はい、おじいちゃんおばあちゃんなんかもう嬉しくて、うん、また買ってきたいっていうふうに思って、うん、また買っていただく、買ってっていうかこれを買うではないな、うん、寄付していただくというかですね、参助、参画してもらってって感じですね、うんうん、やってもらって、はい、去年はねなんとか黒字で終わることができましたのではい、ありがたいことです本当に。これからこの子ども食堂、またこの NPO 法人、まあ、いろいろな本当に子ども支援ということも視野に入れてるとは思うんですけれども、うん、これからのこう活動であったりとか、こういう社会にしたいなとか思いとかはいかがですか？まあいっぱいあるんですけど、でもですね、うん、もうとりあえず八戸、ね、うん、まあ、とりあえず青森で考えるならば、この私たちが子供たちに書いてもらってる子供食事チケットですね、うん、これがうちに来なくても使えるっていう協力店
飲食店さんが最高だと思うんですけどね、うん、私たちがこうご寄付で集めた食事チケットを持っていくと、ここのラーメン屋さんでも食べれるよ、はい、あそこの定食屋さんでも食べれるよっていう輪が広がってくれるとですね、うん、そうやって遠くまで行って、ね、私たちのところに来て食べるってことしなくても、うん、同じ額で普段使ってるような飲食店さんでこのチケットが使えれば、うん、それほど家族で、ガソリン代かけて行くこともないし、うんね、バスでわざわざ30分40分かけて来ることもないし、この辺から、ねうん、みんなで来てって言って、はいうん、っていうこともなくて、本当に地元で、昼間子供たちが自らね、まあ、ここの近くでもラーメン屋さんで一軒そういう活動されてる方いるんですけど、この輪が広がっていって、うんねプレミアム子供食事チケットみたいにさ、うん市とかね、県も1万円分大人が買ったら1万2000分ぐらいにね、はいやって、いろんなところでこう、うん、子供らが食べれれば、この子供食堂行ってる人たちイコール貧困って見られなくもなりますよね。普通に入っててこのチケット出せば使えるっていうような、うん、っていうようなことやればできると思うんで、もうほんとね、この、夢に、はい参画してくれる人を募りますね、それこそ。はいはい、本当に子ども食堂をね、うん、いろいろとこれからやってみたいという方に対する、まあ、メッセージとかどうですか。ちょっとの勇気だと思います。金銭的にはですね、大体やってみると一食200円ぐらいでできます、うんうん、20人来ても4000円ですね、はいはい、年間50回やったとしても4000×50なんで20万円、うん、20万円集めればできます。はい、ボランティアさんとかは本当に集めないと、うん、人件費かかっちゃってってことになっちゃうんで、うん、で市の施設を借りて、うん公民館とかですね、はい集会所とかは市の、はい公園をもらうと、うん、手続きすると無料で借りられるんで、うんうん、会場代はねかからずにできますし、はい、だからもう、あとね青森県社会福祉協議会さんもスタートアップ資金で5万円という補助もしてくれますし、うんはい、まあ、八戸でしたら、今年初めてできた、物価高騰対策の、うん子ども食堂向けで6万円っていうのもあるんで、もう半分は捻出できるようなもんなんで、うんあと10万ですね、9万ですか、うん、をなんとかね、皆さん、三条会員とかですね、うん、という形で集めたり、またはですね、うん、もう大きな志を持っている人だったら、うん、そんなことぐらいを自分の銭でやるわっていう人がね、うんいたらできると思います。私が、うん手っ取り早いなと思うのは、タバコ吸ってる人だったら、タバコをやめれば、うん、1日1箱吸ってる人だったらね、あっという間に年間20万円になっちゃうんですよね。ですよね。これで私、10月からタバコやめました。うんあだから あともう一件ぐらいできんじゃないかなという。あできます、はい、やっぱりやりたくて始めたことなんであんまり当てにしてなかったんですよね、うん、当てにしてなかったら逆にですねその活動自体に、うん皆様がこう共感してくれて、うんそんな補助にはあまり頼らずあまりというか、うん、もうその市と県社協さんの分しか、公的な資金は得てないんですけど、うん、でも運営できてますね。だからあんまりこうなんて言うんでしょうね、補助金とかですねそういうのにこう当てにしちゃうとそれこそやっていけなくなっちゃうんで、うんそうですね、まあやりたいと思ったら、ね、もう自ら資金をと思いながらやれば逆になんか出てこないなと感じた1年でした、うんうんNPO 法人、未来希望アシストの坂上勤さん理事長にお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。青い森でチャッチャ、パーソナリティは小笠原秀樹でした。それではまた次回もご一緒しましょう。青い森でチャッチャ。